オミクロン株による市中感染も発生している状況にあり一層の危機感を持って対策を講じてまいります内堀知事は今朝の会見で県内でもオミクロン株の市中感染が確認されたと明らかにし詳細は午後の会見で説明するとしましたさらに県内ではここ数日にかけ感染者の増加傾向が続いていることなどから 県内の感染状況について第六波の入り口に立ったとの認識を示し今週の感染状況を注視した上で飲食店への時短要請などの対策について検討していくということです県内では昨日、郡山市で7人会津若松市と白河市、それに須賀川市で3人など合わせて26人の新型コロナウイルスの感染が確認されました入院は107人で そのうち重症者は1人、病床の使用率は14.6%に上昇しました。県は引き続き、マスクの着用や手指消毒、こまめな換気、人との間隔を取るなど、感染対策の徹底を呼びかけています。